ということですね、皆さんがね一番やってほしいって多かった企画が1ヶ月ぶりにね帰ってきました。今回は実は派生語じゃないんだと思いますか、ね、タガログ語で、タガログ語ですね。トルコじゃないからフィリピン1000、早速やっていきましょう。よろしく頼むぞ。第3回ギリギリ派生語ハンドルだー。お願い。どうも、現役大学生のセミスゴレです。キャピーンということでですね、皆さんがね一番やってほしいって多かった企画が1ヶ月ぶりにね、帰ってきました。その名も第3回、派生語なんだろうなと思った人が、ね、そうなんよね。何語、今回は実は派生語じゃないの、なんだと思いますか、ね、タガログ語で。タガログ語、それね、トルコかなんかだった。フィリピン。はい。まあフィリピンね、いろいろありますけれども、ちなみにフィリピンといえば、ね、キリスト教なんですよね。そんなことはどうでもいいんですけれども、はい、今回はですね、実は第3回。なんで書いたから、本当に。タガログ語。確かにね。はい、まあ、タギ語なんだろうなということで、やっていきたいと思います。そうなんですよ。まあ、これまで、ちょうど1ヶ月前、確か9月の10日ぐらいに第2回派生語なんだろうなというものをしました。これ知ってる人はこのテンションね、高さをね、わかると思うんだけど、初めて見たよっていう人は、まあ、頭おかしくなったのかって思うかもしれないんですけれども、今回はもう一番学べる企画だと思ってます。はい。で、今回やっぱりね、僕もやっぱり代償をね、しっかりもう見てくれてると思うから、その期待に応えるためにも、僕はちょっとお願いがあるんです。もしこの動画、学びが少しでもないなと思ったら、もう今すぐね、低評価をしてください。その代わり、もう少しでもね、学びがあったとか、今後に入試に使えるっていうのがあれば、ぜひ高評価とコメントもお願いします。ということでですね、実はこの企画はですね、高評価とコメント数がある一定数以下だった場合、本当にもう一切やらなくなるんですよ。その基準が決めてください、かなり。1回目が100を超えたら、2回目が200。はい、何語がいいですか。もうね、1000、それは千と千尋の神隠し、レベルアップ。はい、ということでですね、まあ今のは冗談を置いておいて、じゃあぜひね、高評価とコメントお願いします。じゃあ1000にしましょう。はい、ということで、まずじゃあ君に問題です。このカッコに入る共通語なんだと思いますか。まずクイズからですよ。パッと見ましょう。なんとか前、back to the hotel、OK、ホテルですよ。次、なんかペン、なんかイルビル、なんか to children、OK、何が入ると思います。どうしようね。じゃあかなり。ブリング。ああ、これ。ああ、なるほどね。運ぶみたいなイメージ。確かに。テイク・ザ・ペインってどうやって痛みを取るんです。これはテイク・イル・ウィル。イル・ウィルってそもそも何か分かりますか。悪意。ああ、そうですよね。ウィルって意思ですから、悪い意思、悪意ですよね。はい、ということでですね、今回は、実はですね、これ、何が入るかっていうの僕から言いますね。全部ですね。全部、ベアが入るんですよ。ベアだと聞いたことある？なんか名詞でベアって言うと熊。はい、ということでですね、今回じゃあベアなんだけど、これ意味ちゃんと言えますかっていう話ですよ。これで僕はこうしますね。まずじゃあベア my back to the hotel、 これじゃあホテルでカバンをま運ぶんです。そうですよね、確かに。次、ベア the pain、 これは入る。そうだよね、入るよね。次、ベア a will はそれよくわかんないですよね。なるほど、確かに。いや、確かにね、ベアっていうと何ですかっていうと熊と、またタイルはよく出るよね。はい、そう。じゃあ次、ベア the two children はなんだ、産むとか。おー、双子ですかね。そうですかね。はい、ということでですね、まあ結構意外とこうやって見ればなんとなく推測できるんですけど、ベアはって言ったら必ず7個ね意味を言わなきゃいけないんですよ。これ覚えとかなきゃいけないし、実はね、はい、近づいてきました。実はこのベアっていうのは入試で最もね出るタギ語の一つって言われてるんですよね。だからこそこのベア、まあセンターだろうが入試だろうが二次試験だろうがですね、まあ大学入った後でもこれもうスパッと言えるようになってほしいんですよね。この動画を見終わったら皆さんもスパッとね言えるはずです。ちなみにベアイルミルはですね、これは抱くっていう意味なんです。そう。結構ね、まあ言ったらタギ語って一つ何ですかっていうと、一つの単語でいろんな意味があると。で、皆さんこれって言えますかっていうと、例えばね、この例文があったら何とか言えるけど、こっちを言えない人が多いわけよ。そう、だから今回はですね、まあそこを暗記でね頼ろうとしてる人がいるんですけれども、語源とイメージですよ。もうパスラボの深掘りをね、無限に深掘りをした結果、もうね、この動画を見終わったら、もう自分がね、ベア、もう多分もう友達にベアの意味をね、7個パッと言いたいぐらいになると思うんで、ぜひ楽しみにしてください。じゃあ魔法をかけましょう。3、2、1、はいということでですね、早速もう魔法を使っちゃいましたということで、これからですよ、このベアの7つの意味っていうのを、ただの丸暗記じゃなくて、語源、そしてイメージ、そして最後に僕がお伝えしてあるものを使って、このね、3刀流ですよ、そこで覚えてもらいたいなと思います。じゃあ、まずかなり問題です。はい。ベア、これ語源ってどんなものかわかります？語源、クマさんが木を運んで、運んでる時も抱きながら運んでたみたいな。で、それをその木を結局身につけちゃったっていうのが、まあ、ああ、なるほど、すごいね。なるほど。まあけどね、意外と惜しくもないんだけど、惜しくもないけど惜しいんよね。そう、これは実なんで、実は語源って重みに耐えて運ぶなんよね。これは絶対覚えておいた方がいいです。で、実はこれを押さえるだけでこんなやつがパッとある程度は分かるようになるんです。例えばね、重みに耐えて運ぶって言ってさ、例えばここにさ、イエモンがあるんですよ。これ誰かが勝手に飲んだんですけれども、めちゃくちゃ重いわけですよね。これは耐えて耐えて運ぶってことは、まあ、そもそも語源の意味にまず運ぶは入ってますよね。運ぶは入りました。重みに耐えてとか耐えるもあります。読み込み中です。じゃあそっからですよ。それからどうなるかっていうと、例えばこれ抱く、これ感情を抱くとかなんですけれども、まあ重みに耐えて運ぶってことは、辛いな辛いなっていう意味でもいいですし、抱くとか身につけるって言うたら運ぶと似てますよね。しっかりこう重いものを身につける。だから実はこの身につけるって目的語なんだと思います？普通の身につけるでもいいんですけれども、僕は目的語も覚えてほしい。何？重いものを、うわ嫌やなって思いながら、こう重いものを背負ってさ、昔の人ってそれこそフィリピンとかでさ、銃、武器ね、アームス。そう、まあこれ別にアームズだけじゃないんですけれども、例えばね、目的語にアームズを取ることも多い、ベアアームズ、そういったもので、例えば重いものっていうのもね、これ分かりますよね。そしてもう支えるとかも一つ、まあ言うたら重いものですね。さっき気を運ぶって言いましたけど、支えるもそう。じゃあ産むとさ、身を結ぶって、じゃあ何ぞやっていう話ですよ。これどうやって覚えるかっていうとですね、まあ重みに耐えてっていうことは、まあ赤ちゃんよね。赤ちゃんを耐えて運ぶってことですよ。つまり妊婦なんだね。産むで、そして実を結ぶっていうのは、これが植物になったバージョンね。産むっていうのは人が産む。じゃあ植物がっていうと実を結ぶだよね。ということで、実はここからこうなります。よろしくお願いします。じゃあ今の語源からなんですけれども、パッと見イメージですよ。今の逆の発想をします。こっちでも覚えてもいいです。これ何かっていうと、これベアっていうのは、これすごい重要なこと言うね。ベアは実は全ての意味に妊婦さんがやる、行動なんよね、が含まれてる。例えばさ、まあ、産むとかさ、もうわかるじゃん。まあ、それは産みますよね。けど、例えば赤ちゃんをさ、背負ってるか、まあ、言うたら、赤ちゃんの背負わんわ。赤ちゃんがお腹の中にいるわけでしょ。それはさ、まあ、運ぶっていうのもそうだし、支えるもそうだし、まあ、抱く。感情を抱くですけれども、まあ、抱くっていうのもそうです。耐えるもそうだよね。もう、陣痛とか、もう痛いって言ってるのに、見たことある？妊婦さんの出産のところ。はい。まあ、僕は医学部なんで、産婦人科とかやるんですけど、本当にね、もうなんか、感動なんですよ。そうなんですよ。まあだから本当にもう耐えて、で、まあ、結局それがもう実を結ぶって覚えてもいいんですけれども、これは別に植物でもいいです。で、あとは身につけるとか、まあそれと一緒に覚えてもいいし、まあここはね、アームズに関しては重みに耐えて運ぶでもいいんですけれども、この両セットを覚えることで、しっかりとこの7つがね、思いつくという感じです。だからこれをね、今習った上で最初の動画に戻ってから、全部わかるから。運ぶなりなんなり。今回ね、それだけでもいいんですけれども、せっかくなので、ストーリーで覚えるっていうのも一つありだと思います。ということで、さっきじゃあ、かなえがさん何か言ったっけ？熊さんが木を運んで、それを運んでる様子は、もう木を抱いてて、もう最終的に木をもう背中身につけちゃった。身につけちゃって。で、したら、木やったらなんか、そのね、メスの熊でさ、もう本当にもう、うわ、陣痛来てもうたっつってこう耐えるわけよ。うわ、木運ばないかんけど、陣痛も来てもうたみたいな。ねえ、もう、産んじゃったみたいな。けど、めっちゃいいね。この生まれて実を結んだみたいなね。熊のプーさんみたいなね、覚え方でもいいと思います。はい、ということで以上です。いかがでしたでしょうか。復習問題もね、用意していますので、この感覚が身につけば、あ、これベアだなって思えると思います。ということでですね、熊さんがちょっと来てるんですよ。なんでちょっと森から来た熊さんにね、ちょっとインタビューしてみましょうか。はい、どうぞ。花咲く恋の道、感じが違うよ。バイバイ。深掘り。はい、お疲れ様でした。復習問題の前にサクッと深掘りポイントを解説します。まずベアは7つの意味がありましたよね。すべて妊婦のイメージでした。語源は重いものを耐えながら運ぶでしたよね。重みに耐えて運ぶ。OK。で、あとはですね、ベアワンセルフ振る舞うとかも出るんですけれども、意外とこの5番の産む、これ I was born in Japan とか、私は日本で生まれましたの born はベアの過去分詞なんですよね。こういう形で産むって覚えた人も多いんじゃないでしょうか。はい、次。例文です。例えば良い果実をつけるであれば bears good fruit。だし、あとは武器を身につける権利、よく長文で出ますが the right to bear arms、 こういうものもですね、まあ英単語帳で覚えるというよりは、僕はやっぱり長文の中でね覚えるっていうのがベストだと思いますので、ぜひこれから長文でベアを見たらどの意味かなっていうのを探りながらね、しっかり身につけていきましょう。それでは復習問題に移ります。最後に復習問題を解きましょう。制限時間10秒です。それでは用意スタート。今回の問題いかがでしたか？ヒントとしてはこのような感じ。答えが分かった人や添削希望の方はチャンネル登録をしてコメントで投稿してくださいね。次回の動画の概要欄で回答解説を公開しますので、それでは。